前回のあらすじ、念入りに練りに練った計画書、この先には行けないか。左には行けそうだよ。え、いえ、き、消えた？キャ、車が吸い込まれる。嘘、どうすれば。え、なんでタイヤが浮いているの？さらにチカチカしているのは車だよ。じゃあ早く乗り込んでここから脱出しよう。いろいろと突っ込みしたいけど、今度は爆発するやつだよ。前見て、何か建物が見えるよ。うん、左前のタイヤ取れちゃった。ええ、うん、左前のタイヤ取れちゃった。ええ、ここで。これ以上進むのはちょっと厳しいかな。ちょうど何かの建物にたどり着いたし、いろいろと拝借しようよ。そうだね、まずは入り口を探そう。裏手の方にあったよ。お邪魔します。うん、事務所？そう見えるね。何の事務所だろう。ともかくこのスイッチを入れて。ちょっとだけ明るくなったね。奥にも部屋があるみたい。Hello, attention. This message is for Dr. Ophelia Turner. We've sent a breach into your garage on official zone business. Now, we have it on very good authority that this person is in possession of a remnant, which has taken the form of a car, and well, Yeah, off the remnant thing. She's not gonna care. Right, like I said, super official zone business. Protocol, demands that you keep them alive until we can get them to safety. Now, if you do not comply, I will occupy this broadcast show with a recitation of the entire collection of poems I've personally written. That's 10 years and 17 volumes and... God, that voice gets like a nail gun to the skull. So, another breach, huh? How do you outsiders not understand that Arda didn't build that 300-meter wall out there for fun? Unless you're one of the unfortunates who got zapped through. Wait, I just remembered. I don't give a damn why or how you got here. You're trespassing, and I'd kindly like you to get the hell out of my zone. God, unfortunately... The barrier wall is as fortified against breaches trying to get in as it is against anyone or anything trying to leave. We have to find you a way out. So you might as well start by fixing up that car. Just don't break anything in my shop with those soft hands of yours. なんだか協力はしてくれるみたいだね。それと、話しながらアイテムを収集したら、いろいろと表示が追加されたね。急に出てきて、何がなんだかだよ。じゃあ、ここから車を修理する間に、改めて見ていこう。まずはバックパック。アイテムを複数持てるようになるよ。今までは一つしか持てなかったからね。便利になりそう。中身はこんな感じで表示できるよ。マス目がなんだか気になるね。次がこの、メカニックアイ。メカメカしいゴーグルだね。これをつけると、様々な情報が見れるようになるよ。本当に色々と見えるよね。体力に、やばそうなメーター。手持ちアイテムに、インベントリ表示。右上のタスクリスト、は、前からあったね。でも情報量は、今までよりも格段に増えてるよ。うん。急に色々と見えて混乱してきたよ。まあ、徐々に慣れていこうね。あと、体力回復もしたよ。救急箱があって助かったね。自分の治療が終わったら、次は車を修理していこう。そうだね。ここはガレージみたいだし。壊さなければいろいろと貸してくれるし。うん。まずはその道具箱にある道具を借りようか。バールに、整備キット、ダクトテープ。まずは、バールを使って、外にある廃車を解体すればいいんだね。そうそう。その廃材を使って、車を修理するアイテムを作れるみたい。よし。じゃあまずはトランクの中身を。
何に使えるんだろう。何かに使えるんだから、回収しておこうよ。そうだね。ゴーグルが何か違うところを指してるよ。お助けゴミ収集箱だって、何かいいことありそう。ちょっとツンツンしてみるよ。わ、なんか弾けた。いろいろとアイテムを吐き出してるみたいだよ。何これ、スクラッパー？使ってみればわかるよ。あとはフレアだ。こんなに明るくなるんだね。松明みたいに持たない方がいいんじゃないかな。で、このスクラッパーは。なるほど、こうやって使うのね。鉄用のチェーンソーみたいなものだよ。ということは、この廃車のパーツを切り落とせば、素材が回収できるってわけね。そういうこと。さあ、じゃんじゃん集めよう。左側のリストの条件、達成したから、ワークベンチに来てみたよ。じゃあリストにあった、車のドアを作ってみよう。これか。なんかいろいろと書いてあるけど、とりあえず作っちゃった。きっとおいおいわかるよ。作ったら設置、よし。まだまだやることはたくさんだよ。次は何をすればいいのかな？そのロッカーの中身を出してみて。なんかいっぱいある。補修用パテ。今必要なものだね。スペアのタイヤに、化学薬品？救急箱も持っていこう。そういえば、このマス目って、持てるアイテムを面積で示してるんだね。入るスペースがなくなると、もちろん持てなくなるよ。これは整理整頓が重要になりそうだね。よし、じゃあこのグズグズになったドアを直すよ。パテで厚盛りって、ちょっと不安だけど。結構雑に塗りたくるのね。とりあえず直っているので、よし。よし。ひとまずこんなところにしておこう。次はタイヤを見てみよう。さっきは急に取れちゃったしね。どちらかというと、パンクチェックの方かな。そっちか。すごい、一気にタイヤの状態が確認できるよ。ほんとだね。じゃあ左前を修理しよう。そういえば、タイヤを修理するアイテムがあったような。密封キットっていうのがあるよ。これを使うと。おう、タイヤの耐久度が上がったね。今直したの、右前じゃない？ともかく、左前はホイールの歪みだけでも直しておくよ。急にタイヤ取れても困るからね。そうすると、これで車の準備は大体できたかな。走ることに関してはいい感じかも。よしよし、じゃあ次は生き延びていくための準備をしよう。何が必要なんだろう？まずはこれ、段ボール。段ボール？次は、クラフトマット。簡易的なアイテムが作れるのかな。Prototype of mine in the garage. The arc device. Hook it up to your car, wherever it'll fit. ARC 装置をつけろってさ。一体どんな装置なんだろう？うわ、なんかごっつい。This beauty won't just be your tour guide. It's your North Star and the only way back to safety. Heck, you should consider it the Father, Son, and Holy Spirit if you plan on staying alive. That's how important this thing will be to you.Yes, that's my very own invention. I'll tell you more about it if you live long enough to use it. ともかく大切に扱ってね。はーい。あと、ガソリンを満タンにして。最後に、この充電が必要だよ。よいしょ。If you're all set, take a look at the projector against the wall. 壁のプロジェクター？右側にあるやつだね。ああ、あれか。This is the zone. Within these borders, all matter has lost the ability to hold a constant physical state. What that means is the shape, size, and makeup of just about everything constantly changes. A mile of grass can turn into 10 miles of swamp in the blink of an eye, and it does. Constantly. It's caused by something we call instability.We're completely surrounded by it, and once you've watched it chew through entire mountain ranges, you'll understand that you don't want to get anywhere near it. We can only survive in here within pockets of stability. That's what you're standing in now. And that's what you're seeing mapped on the route planner. If we're going to find you a way out of the zone,
you'll need to build a new antenna. Until then, you won't be able to detect stabilized routes beyond your immediate area. So, you've got to go hunting for parts, and that means taking a drive. Go on, pick a route. The arc device in your car will then show you where you need to go. なるほど。ゾーンってやつは、なかなか難しい概念だね。あらゆる物質が、一定の状態を保つ能力を失う。だったね。だから、乗ってきた車も壊れたのかな？パーツが宙に浮いてたもんね。そうかもしれない。Off you go. Make a left out of the garage and follow the access road.とにもかくにも、まずはここを出ないことには始まらないね。うんうん。まだまだわからないことだらけだしね。レムナントとか、ARC とかね。さてさて、で、おっと。なんかめっちゃ機器が増えてるよ。相棒として乗せたやつが、いろいろな情報を出してくれてるよ。何がなんだかさっぱりだわ。と、これからだ、ってところで、今回は終わりです。ええ。さてこのパシフィックドライブ。どうでしたか？ドライブあり、ホラーあり、そしてサバイバルありのてんこ盛り要素に、奥が深そうなストーリーが絡まって、続きが気になるよ。そうだね。そんな続きが気になるって人は、コメントまでどうぞ。よかったと思う人は、親指とかハートとかのボタンを押してね。ちなみに、すでに製品版が出ているので、興味ある人は遊んでみてね。あ、そうなんだ。ということで、今回はここまで。またね。バイバイ。